こんばんは。こんばんは。さて、今夜も始まりました。今日が3回目ですね、はい、このコーナーは今夜これからの天気や週末の天気を楽しくお伝えして、週末の過ごし方の参考にしていただこうという13分間のお天気コーナーです。で、金曜日のこの時間に TBS ニュースのキャスターと気象予報士の石上沙織さんでお伝えしていきます。石上さん、今夜もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2週間ぶりにご一緒できるということで ね、そうですね、初回で一緒でしたね。はい、楽しみにしていました。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。では早速現在の外の様子を見ていきましょう。はい、こちら現在の新宿の様子ですね。はい、今日日中東京都心は 21.8 度まで上がりましたが、近藤さん、体感としてはいかがでしたか？私、午後家を出るときに上着を羽織って出たんですけど、はい、歩くとちょっと汗ばんで蒸し暑いなと感じて失敗したかなと思ったんですが、赤坂に着いたときにちょっと風を感じて、あ、着てきてよかったと思いました。はい、なかなか服装選びが難しい日が続いていますよね。ただ今日は平年のこの時期らしい気温ということで、まあ、過ごしやすいなと感じた方が多かったかもしれないですね。はい、今も長袖の方が多いですかね。そうですね、お秋らしくなってきたのかなと思いますが、はい、ただですね、西日本はまだ暑さが続いています。はい、続いてのお天気カメラはこちら、高知市の様子なんですね。日が暮れてきましたけど、ちょっと雲が多いんですよね。そうですね。はい、で、高知市今日は 27.3 度まで上がったんです。そんなに暑いんですね。はい、もうね、10月も下旬なんですけれどもね。本当だ。湿気も多いのでね、かなり蒸し暑いなと感じられたかと思います。で、高知市内この後も雲が多いんですが、今夜いっぱいは天気が崩れることはなさそうです。はい、そして今週の天気を振り返っていきましょう。はい、では今週の先週の土曜日からですね。はい、振り返っていきますと、先週の土曜日、東京都心 30.1 度まで上がりました。いや、確かに暑かったですよ ね、これは観測史上最も遅い真夏日ということになったんですね。ただその後がぐんと気温が下がりまして、はい、月曜日にかけて10度ぐらい一気に下がったんですよね。体調管理が難しいなと思う。急に冷えてね、びっくりしましたよね。はい、で、この冷えた原因は上空に寒気が流れ込んできたためなんですが、特に北日本には強い寒気が流れ込んできて、冬の便りが届いたんですね。はい、で、こちら札幌市の様子なんですけれども、日曜日、札幌で初雪を観測しました。あ、結構なんか氷のような感じで ね、そうですね。はい、で、北日本では、まあ、強い寒気が流れ込んだため、はい、札幌だけではなく稚内や旭川、網走、帯広で初雪が降ったということで、結構ね、降り方も強まりましたね。まあ、東北の山では初冠雪も観測ということで、まあ、一気に冬のね、便りが相次いだんです、ね。こちらとは全然景色が違いますね。そうなんですよね。ただ今週の火曜日には宮崎県で大雨となりました。はい、火曜日の宮崎市内の様子ですね。宮崎県内南部に線状降水帯が発生しまして、記録的な大雨となったんです。まあ、線状降水帯が10月に発表されたのは初めてということで、まあ、土砂災害も発生したりね、かなり、はい、危険な状況となりました。まあ、大雨のシーズンって一般的にはだいたい6月から9月ぐらいというふうに言われているんですけれどもね、まあ、気温が高いことで少しその大雨のシーズンも後ろ倒しになっているかなという印象です。で、ここまでの大雨ではないんですけれども、今日も宮崎県など九州南部では雨の降っているところがあります。現在の雨雲の様子を見ていきます。で、この時間九州の南部ですね、宮崎県、鹿児島県のあたり、それから沖縄にも雨雲のかかっているところがあります。はい、で、このあと今夜の雨の予想なんですが、沖縄や九州の南部には引き続き雨雲がかかりそうです。特に鹿児島県、宮崎県のあたりには活発な雨雲もかかりますので、ざっと雨の降るところがありそうですね。そして気になる週末のね、お天気も見ていきましょう。はい、この週末、北日本では晴れ間が広がるんですけれども、西日本中心に傘の出番となるところが多くなりそうなんですね。あ、本当ですね、傘マーク並んでますね。そうなんです。で、西日本ではちょっと、ね、雨の予想を見ていきますと、前線がこのあたり
こう西日本の太平洋側にこう停滞するので、その前線に近い地域ほど雨が降りやすいと考えてください、はい、なので明日は朝からこう九州南部や四国を中心に雨、で明日の夕方以降は東海地方にも雨雲がかかってくる予想です、はい、で日曜日になりますと一旦止むところも多いんですが、日曜日の夜ですね、またまとまった雨雲が西から近づいてくるんですね。ですので日曜日の夜から月曜日にかけてはこう西日本も含めて雨の降るところがありそうですね。ただ雨は降るけど気温はまだ高めということで、はい、信じられない数字が、そうなんですよ鹿児島特に日曜日29度の予想となっているんですね。そんな真夏日一歩手前に、そうなんです、もうね、まもなく10月も終わりなんですけれども、まだまだ半袖の陽気が特に西日本は続きそうです。北日本は比較的カラッとした陽気なんですが、西日本はまだジメジメムシムシとしますのでね、風通しのいい服装でお過ごしください、うんうん、さてここまで各地の天気予報をお伝えしてきたんですけれども、はい、ここでちょっとブレイクしましょう。やったということで、私クイズ好きなんですけれども、そんな私がお伝えするクイズで出題、天気の豆知識ということでね、はい、近藤さんも視聴者の皆さんもぜひ一緒に考えてください、はい、それでは早速問題を出していきましょう。問題はこちらです。まあ、この先もですね、しばらく西日本を中心にちょっとなっちゃいました、ブーってなっちゃいました、まだ何も決まっていないです、何も答えてないですよね。この先もね、西日本を中心に秋の長雨となりそうなんです。でその秋の長雨のことを何々梅雨ということがあるんですが、この何々〇〇に当てはまる言葉は何でしょうということで、秋らしい言葉をね4つ並べてみました、はい、なんかどれをはめてもおかしくなさそうな、ね、サンマ、スズムシ、イチョウ、ススキとあるんですけれども、いかがでしょうか、はい、視聴者の皆さんもちょっと考えてみてください。いや皆さん悩みますよ ね。私もちょっとこれはなんだろうな、サンマ梅雨、イチョウ梅雨スズムシ梅雨、ススキ梅雨、どれでもありそうな気がしてきてちゃいますよね、しますが、はい、じゃあ私は、はい、サンマ好きなので、サンマ梅雨で行ってようと思います。はい、サンマ梅雨ということですが、違いましたね。私もサンマは大好きなので、今回ね、選択肢に加えたんですけれども、はい、正解はススキ梅雨なんですね。はい、まあ、8月下旬から10月頃にかけてっていうのが、はい、こう秋雨前線の影響で天気がぐずつきやすくなります。ちょうどそれがススキが見られる時期ということで、ススキ梅雨というふうに言われています。はい、そんな言葉があったというの知らなかったですね。はい、勉強になりました、はい、今回もありがとうございます。さて、まもなくね、番組もあっという間で終わりに近づいてきたんですけれども、では石上さんにまたまた恒例、はい、3分ほどでお天気をまとめていただけたらと思います。お願いします。わかりました、ぎゅっとお伝えします。天気予報をお伝えします。明日土曜日は秋雨前線の影響で西日本を中心に傘の出番となりそうです。明日の予想天気図見ていきましょう。明日は秋雨前線が西日本の南岸に停滞する見込みです。前線に近い西日本の太平洋側ほど雨が降りやすいでしょう。全国の明日の天気です。西日本を中心に傘マークが並んでいます。天気を時間ごとに見ていきましょう。午前中です。九州や四国の太平洋側では午前中から雨の降るところがあるでしょう。午後になると紀伊半島にも雨雲がかかってくる見込みです。九州北部など濃いグレー色の表示のところも弱い雨の可能性があります。折りたたみ傘があると安心です。夕方以降は東海地方でも雲が広がってくるでしょう。夜になると関東の南部でもパラッと雨の降るところがありそうです。一方北日本では朝から夜にかけて安定して晴れる見込み。お出かけ日和、お洗濯日和となりそうです。明日朝の予想最低気温です。今朝とだいたい同じぐらいになるでしょう。ただこの時期としては高めの気温となりそうです。日中の予想最高気温です。曇りや雨となる西日本では今日より低いところもありそうですね。それでも西日本は25度近くまで上がるところが多く、湿気も多くムシムシと感じられそうです。さあ、そして10月も下旬となりましたが、まだ台風シーズンが続いています。
日本の南海上にはまとまった雨雲があります。フィリピン付近にあるまとまった雨雲が台風20号に伴う雨雲、日本の南東のあたりにあるまとまった雨雲が今朝発生した台風21号に伴う雨雲です。台風21号の今後の進路です。台風21号はこの後しばらくは西寄りに進むでしょう。ただ来週前半になると進路を北寄りに変えて北上する予想となっています。台風は発達しながら来週の後半にかけて沖縄地方に近づく恐れがあるんですね。まだ予報にブレがある段階なんですが、コンピューターの計算の一つを見ていきますと、31日の木曜日、ちょうど活発な台風に伴う雨雲が沖縄地方にかかる予想となっています。来週の後半から来週末にかけては本州付近も含めて台風や台風周辺の湿った空気の影響で大雨となる恐れがあります。今後の情報に注意が必要です。ではおしまいに向こう1週間の天気、大阪から那覇にかけてです。沖縄は来週の後半、台風21号の影響を受ける可能性があります。西日本は前線の影響で曇りや雨の日が多く、台風の動きによっては荒れた天気になる可能性がありますのでご注意ください。札幌から名古屋です。こちらも来週は曇りや雨のすっきりしない天気となるところが多いですね。気温は平年並みか高めとなりそうです。特に名古屋では31日木曜日25度の予想となっています。まだ夏日、半袖の出番が続きそうです。ここまで天気予報をお伝えしました。はい、石上さんありがとうございました。さて番組も残り1分ほどとなりましたが、私今一番気になるのが衣替えの時期なんですけど、いつがいいですか？確かにですよね。まだ東京に関しては来週にかけてだいたい今日と同じぐらいの気温が続いていきそうなんですね。で、特にお伝えした通り台風が近づいてくると暖かく湿った空気が流れ込んでくるので、はい、こう離れてるところでも気温が上がる可能性もあるんですね。そう、はい、一方で朝晩はねやっぱり冷えてくるので、はい、こう調整しやすい服と、あとやっぱりちょっとそのね暑さに備えて、はい、薄手の服もまだ残しておいた方がいいかなというところですね。難しい。もうちょっと半袖は、はいはい、タンスの中に入れてそうです、ね、置いた方がいいですかね、はい、ということですので、皆さんそれぞれの地域ね気温違うかもしれませんが参考にしてみてください。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。良い週末をお過ごしください。